陣内智則32歳、1000万円目指して頑張ります。お願いします。まずは1万円の問題。はい。亀を助けて竜宮城に行った昔話の主人公は誰？あ、これ簡単。 A、はい、桃太郎。あ、違うな。 B、はい、浦島太郎。はい。 C、博士太郎。はい、違う。 D、亀助け老け太郎。B か D は思うんですけどね。まあおそらく B の浦島太郎でお願いします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。あ、よかった。まあまあまあ簡単やったんでよかったです。あ、よかった。まずは1万円獲得ですが、はい、何に使いますか？そうですね、1万円なんで、ゲームのソフトとか買いたいですね。ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。続いて10万円の問題。はい、しかもアレルギーの発現に深く関係する生理活性物質がリンパ球から産生されるのを抑制して免疫グロブリン E 抗体の産生を抑えるアレルギー性鼻炎などに用いられている薬剤はどれ？難しいな。2問目ものすごく難しいないですかこれ。A、プランルカスト。いや全然わからへんわこれ。 B、 ケトチフェン。2問目こんな難しかったっけ。 C、クロモグリク酸ナトリウム。うわどうしよう。 D、 スプラタスト。D のあのスプラタストでお願いします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解。 ありがとうございます。なんかありがとうございます。なんかすいません、よかった。いやー、よくわかりましたね、はい、なんか勘でこれちゃうかなと思いました。あれです。10万円獲得ですが、はい、何に使いますか？あ、僕あの映画とか好きなんで、それ DVD いっぱい買いたいですね。ファインディングにも。ファインディングにも。続いて、はい、100万円の問題。よしよし。次の星座のうち英語でアクエリアスと呼ばれているのはどれ？これわかんないですね。ファイナルアンサー。いや違います違います。まだ答えてません。これわからんな。難しい。あのお客さんの意見も聞きたいんで、ここでオーディエンス使います。わかりました。はい、では会場の100人の皆さん、はい、正解だと思うボタンを押してください。お願いします。それではスイッチオン。ちゃんと押せやお前。最悪やど、5人しか押してへんがな。全然協力してくれへんやん。分からないですね。これやったら何のために使ったんやろ。どうしよう。アクエリアスでしょ。アクエリアスなんか水のイメージがあるから、 B の水亀座でいきます。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。水亀座のあなたは今日運命の人に出会うよ。何を言うとんの。何で今星占いしてるんですか。ちぇちぇ、どうなってんのこれ。これで100万円獲得ですから。あ、よかったですか。何に使いますか。あ、よかったね。なんで正解いうことですね。100万円、どうしよう。あ、でも僕株とかやったことないんで、ちょっと株とかやってみたいですね。ファイナンシャルプランナー。はい、ファイナンシャルプランナー。次は500万円の問題。500万円、これいきたいな。次のうち3年連続で日本優先大賞を受賞したミュージシャンは誰？これみんなありそうやな。ああ、せっかく500万なんでね、これ答え半分にしたいんで 50-50 使います。わかりました、はい、しかしどう消えるかはコンピューター次第。はい、 50-50 こうなります。頼む。問題消えたかな。なんで問題半分になって意味ないでしょ。違う、答え半分にして。答え半分に。50-50 こうなります。頼みますよ。いや数字半分になった。なんじゃこれ。野口五郎、野口 2.5 郎になったかな。テレサ5ってなんや。ほんで三木道さん何のこっちゃ分からへんかな。で X ジャパン、 X 西の方になってもうたよ。なんじゃいこれ。
ちゃえ、二つ消して言うとんねん。二つ消して。ここ消えたから。誰がこの照明二つ消して言うとんねん。問題二つ消してくださいよ。ビューティービューティーこうなります。やる気ないんかよお前。ああ、これまあ難しいなでも。どうしよう。ああ、B のテレサテンでいきます。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。正解。ああ、よかった。はあ、来ましたね、ここまで。これで500万円獲得ですが、何に使いますか？ああ、500万という大金手にしたことないんで、ちょっと家に置いておきます。セコムしてますか？セコムしてません。さて、次はいよいよ1000万円の挑戦です。はい、しかし、次の問題で間違えてしまえば、はい、ゼロになってしまいます。ああ、そうか。もしここでドロップアウトすれば、100万円獲得になります。さあどうされますか？いやーちょっとリアルのお金1000万円の問題。行くんかい、行くんかい、行かなあかんのかい、聞けや。日本で初めて公衆電話が設置された場所はどこ？これはこれも最後のテレフォン残ってるんでさっぱりわかんないんでテレフォン使います。どちらに電話しますか？あの、家で家族が待ってるんで、家族に電話したいと思います。わかりました。はい。1000万円の問題、はい、制限時間は30秒です。わかりました。どうぞ。よし。よし。おかん、おかん、音出てくれ。おかん、おかん出てくれ、とりあえず、おかん。お、イチャイチャすな、おかん。音、あの、日本で初めて電話、何しとんねん。王様ゲーム歌いですんな、お前。おかん、ちょ、電話出てくれ、おかん。王様かよ、おかん。ちょ、あの、おかん、おかん、電話出てくれ、言うとんねん。最悪や、こいつら。おとん、ちょっと、日本で設置された。お、こ、何をしとんねん、最悪や。飛ぶ鳥落とし。あー、このマンション、ペット禁止やからな。まあ、今日はあの、ワンちゃん育成ゲームで我慢するか。よし。よし、これな、声だけできるらしいからな。よし、スタート。かわいらしいな。よし、これでちょっと。育成してあげよう。まあまあまあ可愛いかこいつ。よだれ出してるけど前は。名前をつけてあげましょう。じゃあ太郎、太郎、太郎。あ、喜んだ、可愛らしいな。可愛いなこいつ。あ、こういうことか。分かった分かった分かった。しつけをしてできたら褒めてあげる。よし分かった。じゃあ基本いくよ。いくよ、ほら。いくよ。お手、お手。違う、どこ行くねん。太郎、太郎、行くよ。お手、ワンじゃない。お手、顎じゃない、顎じゃない。お手、何しとんねんお前。何しとん、話せ。違うよ。お手、難しいやろその方が。難しい方すな。右の前足や。お手、そうそう、偉いな太郎。よしよし、偉いぞ。あ、喜んで喜んで、可愛らしい。あ、次行くよ、行くよ。おかわり、おかわり、おかわり、おかわり。難しいやろその方が、難しいやろ。喋ろうとせんでええねん。左の前足、おかわり、そう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 、えらいえらいえらい。次おまわり行くよ、おまわり。何しとんねん、何しとんねん。そんな犬おらへんやろ。敬礼せんでええねん、もうええわおまわりは。お前気持ち悪いよそんなされたら。もう一回、行くよ、最初から行くよ。行くで。お手、おかわり、お座り、おっさんやねんか。何やこいつ。こんな犬嫌やわ、もう。もう一回や、やり直しよ、もう一回。行くよ。お手、おかわり、お座り、チンチン。何しとんねん、もう。チンチンや、それ。リアルなチンチンやな、ほんで。見せびらかすな、チンチンよ、お前。自信あんねんの、もうええねん、そんな。もうええって、チンチン。あかん、もうもっと高度な教えたろ。あの、バーン行くで、バーンってこう倒れるやついくよ。バーン、リアルやわ。そんな犬どこにおんねん、お前。可愛く、ポテンとこけたらええねん。腹立つわ、こいつ。もうええわ、あの、ご飯のしつけしたろな。行くで、餌あげるよ、餌。お、ほら。待て、待て、待て、待て言うたら待つねんぞ。わかった、待て言うたら待つねんぞ。よし、
そう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 。待て。伏せ。もうええわ、もうええわ。よし、よし。えらいな、だんだん覚えてきたな。待て。あ、そう、覚えてきたな。待て、歌待つねんぞ。いろんなもん覚えたな、今まで。えらいな、こいつ。はい、もしもし。智則か。うん。今朝病院で、うん、よしこばあちゃんが亡くなったんや。え、よしこばあちゃんが。まあでも90も超えてたし大往生やったわ。明日はお葬式やけど、あんたは帰ってこられへんようやから、こっちにいる身内だけでお見送りするわ。ほな、いろいろお葬式の準備もあるさかい、電話切るよ。あ、ちょっと待って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 。あの、俺最後におばあちゃんの顔見たいし、明日頑張って葬式行くわ。よしこおばあちゃんに会いに。あんたほんまにおばあちゃん子やったもんな、うん、おばあちゃんな、俺のことを一番可愛がってくれたんや。あの、葬式の場所を教えてくれるかな。住所言うで、うん、大阪市。あ、大阪市住吉区。住吉区。え、これどっか行ったことあるな、この場所。ほら、うん、あんたとおばあちゃんがよう遊びに行ってたお寺や。あー、懐かしいな。おばあちゃんでほらチンチン電車乗って行っとったな。懐かしいわ。あんた場所ちゃんとわかるか。まあ、わからなかったらおまわりさんに聞いてても行くから大丈夫や。おばあちゃんな、お迎えが来る最後まで友則に会いたい、友則に会いたいって言うててんで。そうか、わかった。じゃあ俺明日最後に、お、何しとんねんお前。